こんにちは、アイルーです。今回は、新捨ての雷地島を、雷地ドラゴンで走っていきます。雷地ドラゴンの名を冠したステージを雷地ドラゴンで走ると、一体どれほどのスコアが出るのでしょうか。非常に楽しみなんだぜ。そんなわけで、まずは雷地ドラゴンの能力についてからお話ししていきたいと思います。雷地ドラゴンの能力は一定時間ごとに発動して、能力空間内でスコアを出していくよくあるタイプのもので、必要な操作として、スライドボタンの連打を求められます。そこまで早い間隔の連打が必要というわけではないけど、ある程度の回数はスライドボタンを押さないといけないんだぜ。それで、能力中にスライドボタンを押すと、雷地ドラゴンの後方に現れる生物が、モブクッキーの心を抜き取り魅了することでスコア生成できます。なので、モブクッキーを魅了できそうな範囲内に入った時にスライドボタンをポチポチ押してたら大丈夫です。能力終盤に関しては魅了とか関係なく吹っ飛ばしてるように見えるけど、とりあえずスライドボタンポチポチしてたら大丈夫なんだぜ。にしても、この生物は一体何者なんでしょうか。雷地ドラゴンのペットその2ですかね。雷地ドラゴンは個人的に、ペット思いのいい飼い主説があって、その説を裏付ける根拠として、コンビペットの子が常に笑顔なんだぜ。動物も素直な生き物で、嫌な存在の周りでは不機嫌になるものだと思うので、雷地ドラゴンがペットに好かれていて、懐かれて信頼されていることがよくわかります。ストーリーでは悪役ムーブをしていた雷地ドラゴンも、ペットの笑顔を見れば願いい子なのがバレバレですね。それで、ここからは能力中の生物を見て思ったただの妄想になるんだけど、きっと能力中に出てくる謎の生物は魔界の生物とかで、現実の世界で弱って倒れているところを純粋でいい子なマンゴスチンアジクッキーが助けてあげて、それで、助けてもらった恩として、魔界の生物特有の云々でマンゴスチンアジクッキーに力を与え、マンゴスチンアジクッキーは雷地ドラゴンになったんだと思うんだぜ。それと同時に、魔界の悪いオーラも体内に入ってきて、強力な力を手にしたことで、いびつな力と精神を宿すことになり、また、魔界の生物をただの動物だと思い大切に思っていた雷地は、魔界の生物がクッキーにいじめられたという話を聞き、他のクッキーに対して負の感情を持つようになったんだと思います。そんなわけで、精神的には幼く純粋ながらも強力な力を持ってしまい、根はいい子なのに負の感情に染まってしまったがゆえに、立ち回りがメスガキのようになっているんだと思います。という、能力中に出てくる生物から推測する雷地ドラゴンのバックボーンの妄想でした。でも実際のストーリー見てると、雷地ドラゴンはそういう重い感情は持ってなさそうですし、何かに染まってるわけでもなく自分の意思で動いてそうですよね。いうストーリーでは現在、ロンガンと対立した三流と勇敢君たち、という構図が展開されていますが、雷地はロンガンに積極的に組みするわけでもなく、走る前の一言では何か計画があることもほのめかしています。その計画がストーリーですでに終えている、ロンガンの計画に同調することだったのかもしれないけど、まだ何か計画を残している可能性も感じるんだぜ。前回の竜の強化が逆連だったことで、次の強化は同じく勇敢君の味方になったパインとドラフルのどちらかだと予想されていますが、順当にパインとドラフルが強化されて、ロンガンを打ち倒した後に、雷地ドラゴンが強化されて裏ボスのような感じで立ちふさがる展開もありそうですよね。で、そんな構図を想像した時にランブータンがどうなるのか想像するとちょっと悲しいんだぜ。ランブータンは複雑な感情を雷地に向けてて、あまり多くを語ると解釈不一致の嵐を生み出しそうなので語りませんが、そんな風に裏ボスとして立ちふさがられると倒すしかなくなりそうなので、ロンガンの前座として出てきて、説得の可能性や、味方になる道を残しておいてほしいです。はじめはロンガンに立ち向かう勇敢君たちを力量さもわからないおバカだと思っていたけど、何度も立ち向かう姿を見て、どうして自分より強い存在に挑めるのか疑問と興味を持つようになって、最後は勇敢君たちの手助けをしてくれる展開とかあると嬉しいんだぜ。特に、昔からマンゴスチンという見せかけだとしても弱い存在として、ランブータンが勇敢に自分を守る姿を雷地は見ているので、クッキーを見下した状態ではランブータンを不思議なクッキーだと思いつつも小バカにしていたけど、ロンガンという強大な存在に立ち向かい続ける姿を見て次第にランブータンを素直にすごいクッキーだと認められるようになって、背中を任せ合いつつも、自分より弱いランブータンがまだ自分を守ろうとしてきて、雷地が怒る姿とか見られるといいですよね。最近ナルトのマットとか名シーンを見てるので、ちょっと少年漫画っぽい展開に憧れてます。でもこれは自分の解釈でしかないけど、雷地はドラゴンとクッキーの力量差から見下してたり、ロンガンへの怯えみたいなものがどこかありそうだと思うから、勇敢さを見せ続けることで仲間にできそうだと思うんだぜ。でもどうしますか？違反した雷地ドラゴンがロンガンに囚われて、ご主人を助けるために能力中に出てくる生物が勇敢パーティに加わったら、クッキーよりでかいサイズなので、集合写真を撮るときには、ドラフルパイン百連などの生物の並びになることになります。でも、モブクッキーを吹っ飛ばしてる姿を見ると怖い感じあるけど、なんだかねは優しそうで、コンビペットと同じく普段はあの単眼でにっこりして過ごしてそうなんだぜ。雷地ドラゴンが、ロンガンに立ち向かう勇敢なクッキーやランブータンの勇姿を認めた上で、クッキーの力ではやはり最強のドラゴンにはかなわないと思い、自分が決着をつけるというつもりでロンガンにまだ味方のふりをしつつ奇襲を仕掛けるも、雷地の心が揺れていることを悟っていたロンガンには裏切りを気づかれていて、返り討ちにされて羽をもがれ、とどめを刺される瞬間に颯爽と謎の生物が駆けつけて、飛べなくなった雷地を拾って背に乗せてロンガンから逃げながら、謎の生物もマンゴスチンと共に守ってもらったことのあるランブータンの元に涙を流しながら助けを求めに行く展開は熱かったですね。まあ全部妄想なんですが、そんな感じで雷地は立ち位置があやふやで、どんな展開になっても美味しいキャラだと思うんだぜ。今後のストーリー展開に注目ですね。そんなわけで雷地島で雷地ドラゴンを使ってみた雷地2年くらい前の環境と同じようなスコアが出た動画でした。
最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。